履修が終わって、終わったら、まあ、卒業ですよね。卒業です。わー、本当にありがとうございます。やっと、本当だよね、やっとね。ちなみに、その卒業してからのこととか考えてますか？卒業してから、本当は最初、この卒業したら、次ワーホリビザに切り替えて、こっちで働こうと思ってたんですけど、なんか、まあ、カナダにずっといるのもいいけど、違う国もやっぱ行ってみたいなっていうのが出てきて、それで今検討してるのがオーストラリアに次行こうと思って、次はオーストラリアに。そうなんだ。海外だと行く気満々で結構早く行きたい。私が帰ってたんじゃないけど。弟も行こうと思う。弟は僕も卒業してるんです。残した。で、そう、だから次連れて行って、っていう感じで。確かに。でも、2人でじゃあ、オーストラリアでワーホリとか。ワーホリで行きます。なんかそこでもなんかそういう、子供に関わることができたらいいなとはすごく思って。そうですね、ベビーシッターとか、オーストラリアだとオペラ、子供たちに住みながら、働きながら、行ったかもしれない。ありがとうございます、調べよう。ここで言う。ここで言う。じゃあ、オーストラリアに行っても、もう子供と関われたらいいなっていう感じで、それが終わったら、もう一回絶対行かないで。まだワーホリがあるじゃないですか。本当だよね。絶対戻ってきます、私。絶対戻ってくる。友達でも会いたいし、また、今行ってる実習席がすごく好きだから、そこにも行きたいし、絶対戻ってくる。確かに。しかもこのワーホリとかの強さってすごいあると思って、やっぱりその1年間有効に使えるから、例えばもし戻ってくるときにもうちょっとカナダで働きたいなって思っていれば、このワーホリ期間中にお仕事も探して、かつ、今後 の, その就労ビザも出してもらえるようなところを見つけれれば、いいですよね。大事、ね、大事カナダに、なんだろう、カレッジやっぱり残ってる人として、ワーホリを、私もそうなんですけど、ワーホリも使っちゃってて、で、最終手段というか、やっぱり学校に行って、で、その後に資格を取って働ける、うん、就労とか出してもらえれば働けるっていう可能性というか、まあ、そのチャンスを使って出る人たちもいると思うので、ね、これから、でも今20歳だから大事だね、うん、回りますよね、もう本当にいろんなところに行きたいと思います。確かにイギリスとかね、行きたいあるかもしれないし、かっこいい、うん、っていう感じですね、うんうん、でも本当に日本人のなんだろうと若い子に期待じゃないけど、若い本当になんだろう、私が高校生の時って大学になったら留学したいなっていう考えはあったけれども、高校卒業して行こうっていうことあんまり考えてなくて、でも結構カレッジでも何人か私あって、高校卒業してきましたって、うん、やっぱり早くに動けると、そうやって早くに他の国に回ったりとか、チャンスもすごい広がっているので、大事だと思います。これから高校出て、海外行きたいなっていうふうにメッセージ。メッセージ。なんかその日本人のシャイな部分とかは、もう社員？私は社員じゃないけど、もうどんどん話して友達作って、うん、例えばそう、日本でそういう大事なの会える場所ってなんかちょっと言い方があるんだけど、そういうところとかでコミュニティとかでどんどん友達作って英語の勉強をもう書くのも大事かもしれないけど、喋る方も絶対上達するから、喋って慣れて耳も回して
し、英語に触れたことが環境が大事かなと思います。でも本当にこうなんだろう、使うことによって英語って道具っていうか、まあ、もちろん完璧に喋れた方がいいけれども、全然こう、なんだろう、ジャパニーズ・イングリッシュでもコミュニケーションの上手な子たちってすごいね、こう場を盛り上げてたりとか、もう最初なんて発音気にしないで、もう喋ることだったりするので、本当にジャパニーズ・イングリッシュの場を環境、周りを近める英語で。でも本当にそのなんだろう、高校出てすぐ来てるっていう子たちもやっぱり世界規模で見るとたくさん来るので、その辺に関してもなんだろう、ある意味こう年齢を気にしなくていいっていうか、やっぱりね、お金がかかったりとか、そのタイミングとかもあると思うので、なかなかみんながこうすぐに卒業して行こうっていうふうに考えれるかは、まあ、いろんなハードルもあるとは思うんですけど、でもチャンスがあるならね、ぜひ。めちゃめちゃいいっていうのは想像以上に本当に応援したい、応援したい、できますね日本出発して、なんか今だから気づく日本の環境だったりとか、日本全般とか、自分がこう、育ってきたこととか、文化は全然違うんですよね。でもだから、今カルチャーショックないなって思うけど、カルチャーショックがびっくりしたのこっちとかって全然電車とかバスとか、本当電話とか、普通の声をしたりするなとか、そういう、ね、日常のことで気づくことがいっぱいあるかなって。確かに電車ででもお化粧してるのかな、お化粧はあんまりしないのかな、食べてる人もいない、いない、めちゃめちゃ、ね、してるかな、確かに、なんかこう違うこと多い、今パッて思い浮かぶのは、でもすごいことだよね、こう一人暮らしを高校から来て始めて、で、まあ、英語を日本じゃない環境で、ある意味、こう、情報も弱いし、言語も、おハンデがある中で、すごい、頑張って、楽しい。なんか、来るより、なんか、性格的に結構、なんか、いやー、これはダメだな、これはダメだな、あんまりめげずに考えないと、すぐなんか、はい。大丈夫みたいな。大丈夫でしょ、大丈夫でしょ、みたいな。ポジティブ、ポジティブ。ホームシックもなった。めっちゃめちゃなったし、大号泣したけど、でも、次の日に行ったら、忘れてる。え、待って、ホームシック忘れてるから大丈夫だって。ていうか、もう大丈夫にしなきゃだよね。泣いてても、始まらない。始まらないよ。カナダで一人で潰れちゃうと、もうね、誰も助けてあげられないし、なんならこう誰にも気づかれずに、確かに、ポジティブシンキング。でも全然悲しくなったら、親とか友達とか全然電話してるのに。本当に助けられながらね。自分にはすごい大事ですね。大事。しかもね、今本当に連絡も取りやすくなって、そう、だって2年通話とかできるから全然喋れるし、ポンって、ある意味、こう、なんだろう、留学のハードルがすごい下がってるというか、もちろん、距離的には離れてはいるけれども、まじさもあるけれども、でもやっぱりこう無料で電話ができたりとか、めちゃめちゃ便利です。確かにすごいいいかもしれない。ね、これからね、飛び出したいっていう子たちでも、ぜひね、楽しみにしてみて。本当に。だって同じ国の人たちいっぱいいるから、だってレストランとか行くの絶対日本語聞こえてきたり、絶対言ってもないかもしれないけど、日本語ちょくちょく聞こえてきたり、街、すれ違うとか日本語聞こえてきたり、同じ国の人がいるから、どうもちょっとね、
大丈夫、大丈夫。応援団みたいな。応援団バイトもしてますか？バイトしてないんですよ。あ、してないんだ。じゃあもう本当に学校のながらやってないですね。バイト大変だもんね。だからその両立してるとすごいなって。特に私たちが行くのって、親と子供いる生徒って、もう考えられないって。こんなに大変なのに、プラス2回と子供の面倒を見てるのって考えたら、すごい違うよね。すごい刺激をもらうよね。自分なんて何してんのか、ママ、ママ、おっちゃんって思うことに気持ち悪い。私のクラスにお母さんで、子供が3人いて、ね、授業もやりながら、こんなに大変な授業なのに、テストもあって、課題もあって、お母さん、そう。私も言って、授業終わったらすぐ寝てくるって、わーって、もう一回寝てくるみたいなことって、なんか、ラテン系強いなと思って、なんだろう、みんなすごい働いてて、朝、ビジーシーターやってきたとか、学校終わって、もうなんだろう、終わる時間ギリギリに、じゃあ、行くねみたいな感じで、バイトに行ったりとか、なんかこう、甘いなって思った。何してんの？確かに。それはあるかも。でも、そういった、本当に、年齢もね、バラバラで、みこちゃんもこう、若者代表として、くれてますが、30代、40代、50代の人たちも、同じカレッジにいるっていうのは、結構、日本だとちょっと異例というか、サナダならではだと思うし、EC ならではでもあるかもしれないので、そういったものだと、やっぱり女性がね、ほとんど、クラスの大半を占める学校になっているので、その、みんなでね、支え合いながらやってる、助け合いながら。ねえ、すごい。ね、すごい。みんなそうですし。これは、本当に、本当にこれから来たいっていう感じなんで、私たちも結婚したいと思うので、頑張ってほしいなと思います。今日はこんな感じで終わりたいと思うんですが、はい、また今後何か質問等とかがあれば、ウィキペディアの方でも直接カウンセラーの方で質問も受け付けていますので、ぜひぜひお答えいただければと思います。リカさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じです。はい。楽しかった。